夫婦で貯めていたお金を黙って使い込んだ原田泰造は、奥さんに泣きながら叱られ土下座をしたところ、子供がお馬さんごっこと勘違いして上に乗ってきた。ビールの CM に出演していたが、実は飲むと必ず吐くほどお酒に弱く、撮影の際はビールに似せた飲み物を飲んでいた。昔の番組でよく女性を巴投げしていたが、BPO から女性を投げる際に下着や肌を意図的に見せるのはセクシャルハラスメントや女性蔑視にあたるとの指摘を受けできなくなった。ネプチューンを結成して3ヶ月の頃、当時付き合っていた奥さんの妊娠が発覚。給料が月3万しかなかったため、ネプチューン脱退を決意。名倉と堀内に芸人を辞めて働くことを伝えると、2人からめでたいことやからええやん、頑張れるじゃんと祝福され、奥さんからも私が助けるから夢を追いかけてと言われ、義母にも私たちが助けるから心配しないでとの心強い言葉をもらったことで脱退を思いとどまり、今日の成功に至った。